はようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回はですね、はい、こう休みの取り方みたいなお話、こう、はい、切り替えのお話なんですけど、はい、まあ、休みというか働いている世界ありますよね、はい、これどんな世界ですか。どんな世界、うん、どんな世界、うん、でもいいことも悪いこともある。休みだってあるよ。別にオフの時でもいい。そうですね、うん、時間に制約されている。休みだって制約。あ、そっかそっか、そうですね。あ、そっか。まあ、はっきり言ってこの、はい、仕事してる世界っていうのは、はい、あれだね、何が損かとか何が得かとか、はい、あと妙理だよな。まあ、仏教的に言うと妙理っていうふうになるんだけど、はい、まあ、これ求めてんだよ、はい、結局はね、はい、で、これを支え、なぜこれが起こるかってことだよね。はい。こう、なんか名声とは言わないけどさ、でも人の評判求めたりさ、はい、こうなんかお金、こう、これそうになる、あれそうにならないとかさ、そういう。はい。うん、まあ、こういう感情で動いてるんだよね、これ。はい。うん、この世界、はい、働いてる世界ってのは。はい。まあ、そうじゃないのも、まあ、体現したこんなもんだよね。うん、はい。うん。で、こう、で、以前ね、僕はね、この切り替え、休むとね、今もそうなんだけど、あんまりうまくない。はい。この、いや、オフと、オンとオフが。はい。でも、これをね、ちょっと名付けちゃった方がいいね。はい。概念的に。まあ、仏教的には、属性とか言える。で、これ映るぞって、こっちにこう違う世界ね。はい。まあ別に何でもいいんだけど、まああんまり言葉がないので、まあ僕は五世って名付けて、はい。こう、いや、もうこの、映るぞ、この違う、この世界はもう、こう、なんとかそういう金感情とか、評判とか、はい、もう求めるのやめよう。はい。で、やって休まないと。はい。休みの日にもこれ考え始めるね、こっちの。ああ、そうですね、うん、うん、で、これが本当の自分かってどう思う。ああ、はい、うん、おそらくこれを求めてるってことはおそらく背後に不安があるからなんだよね。はい、うん、いや、お金だけ暮らせないでしょとか、うん、評判良くないと暮らせないでしょう、うん、クビになっちゃうよとかさ、はい、お客さん逃げるよとか、そんなこと考えてるか、この不安がこれを支えてるんだよね、はい、でもこれ本当の自分ですかって話だよね、うんうん、で、やっぱ抜け出してみるっていうかね、はい、このはっきりこう意識してこう心の中でこれを入れ替え、スイッチオンとオフって、この世界の別の世界だよっていうのを作ってあげることだよね。はい、うん、やんないと、まあ、ちょっと繰り返してくどいようなんだけど、この思考がずっと休みの時もあるから、はい、うん、抜け出せない、はい、うん、で、ここが本当の自分で休めない、本当の自分とはおそらくこれではない、はい、うん、うん、いうことですね、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。